ラクイラ地震。ラクイラ地震は2009年1月から4月にかけて、イタリアアブルッツォ州ラクイラ県のラクイラ付近で発生した群発地震、およびその終盤の4月6日3時32分、中央ヨーロッパ夏時間 JST-7 に発生したマグニチュード6.3の地震のこと。同年4月30日までに300人以上の死亡が確認されており、 6万人以上が家を失って、避難生活を強いられた。アブルッツラーツィオ地震とも呼ばれ、日本のマスメディアではもっぱら、イタリア中部地震の故障を用いている。イタリアでは1980年11月23日のカンパニア州イルピニアの地震以来という大きな被害をもたらした。この地域は、ユーラシアプレートとアフリカプレートが衝突しており、地震が発生しやすい。 4月6日の未明の揺れに先行していくつかの小さな地震、続いて約280の余震があった。群発地震の活動は2008年12月14日に発生したマグニチュード1.8の小さな地震を最初として始まったと考えられておりと、その後2009年1月16日のマグニチュード3以下の少し大きめのもの、4月9日の大地震まで継続した。 また、楽イラの群発地震と同時期に周辺地域でもいくつか地震が発生している。2009年3月17日に M3.7、同月29日に M3.9 の地震がいずれもスルモーな付近で発生していた。次に列挙するのは最大地震、コ屋アオの行の前後数ヶ月に楽イラ地方で起きたマグニチュード3以上の地震で、 その宇宙水青の行はマグニチュード5以上の地震である。これはヨーロッパ地中海地震学センターの報告と同じものである。アトック時刻に対し罪の日となる。マグニチュードの小さな揺れが4ヶ月にわたって断続的に続く中、決定的な揺れが2009年4月6日3時32分に発生した。イタリア国立地球物理学火山学研究所は、 マグニチュード5.8、モーメントマグニチュードイコール MW では6.3とされている直下型地震であり、地下約1.2キロのごく浅い場所で断層が動いたため被害が拡大したとみられている。震度は海星メルカリ震度階級でバイ9と推定されている。また、日本における気象庁震度階級においては震度4程度だったとも、 震度5強から6弱程度だったとも言われている。また、地震のエネルギーは、阪神淡路大震災の8分の1程度であった。地震は、ポツダムのの自動地震観測装置によると、マグニチュード6.2であったとされる。この揺れは、イタリア全土に伝わった。地震は、アベッツァーノとスルモーナにパニックを引き起こした。市民保護局によると、4時37分に発生した。 マグニチュード五点一の余震により被害がさらに拡大したとされる。四月六日三時三十二分の大地震から四十八時間の間に二百五十六の余震が観測されており、四月七日火曜日には百五十以上、そのうちマグニチュード三点零以上のものは五十六を数える。イタリアは同じヨーロッパのギリシャやトルコと同様に地震の多い国であり、 古代、中世以降の地震被害の記録が数多く残されている。イタリアで地震が多いのは、端的に言えば、ユーラシアプレートとアフリカプレートの境界部分にあたり、断層が多いためであるが、この地域は地質構造が日本以上に複雑で、単純なプレートの沈み込みなどでは説明できない。イタリアでは、 中世代以降の地殻変動により現在のイタリア半島西岸にあたる地殻が今のコルシカ島付近から東に移動してきた。この近くの島園では古吉地中海にあたる海洋プレートがこの近くアフリカプレートに向かって沈み込み深帯や火山帯を作りながら現在のイタリア半島東岸にあたる地殻へと接近していた。やがて両者が衝突すると沈み込みは緩んで衝突。 圧縮に代わり、アペニン山脈を形成した。現在のイタリアの地震の分布を見ると、アルプスの南西端からアペニン山脈へと長い弓のように地になっており、山脈と地震帯が一致している。ただ、この説明通りに行くと地震は圧縮力による逆断層型の地震になってしまうが、実際は引っ張りによる正断層型の地震が起きている。この原因として、 古代の活動と現在の活動が違ったものになっていることが挙げられる。現在この地域の地殻変動は、カラブリア半島シチリア等、アトラス山脈とつながる曲がりくねった海溝の沈ンコ運動と、それに伴うセコ海盆であるティレニア海の拡大運動が主役となっている。この影響で、ヨーロッパの大近くにくっついた不動のイタリア東岸に対してイタリア西岸が、 ティレニア海側に引っ張られていわば、古傷であった逆断層を正断層として動かしている、との見方がある。観測されている断層の向き、北西南東方向に、長いと断層の移動方、北東南西方向の引っ張り力による、正断層はこれに当てはめると説明がつく。楽イラ中心部の総合病院である、サンサルバトーレ病院では入院施設の90%が、 利用できないと表明し、患者は避難テントやアベッツァーノの病院、県の施設などに移送された。また、屋外の駐車場が臨時の手術室となり、仮設テントで200人近い医師や看護師が治療に当たった。地震は、アブルッツォ州全域、モリーゼ州、ホッチャ県、ウンブリア州、マルケ州、カンパーニア州、ローマで感知され、ローマ市民は恐怖により路上に飛び出した。 救援を調整する中心となるはずの楽イラ県庁も崩壊した。楽イラ市街の特に重要な建造物も崩壊している。市の歴史的中心にあるサンテアニメ協会のクーポラ、学生の家の一部、県庁の建物、ホテル、トゥーカデリアブルッツィ。9月20日通りの状態は深刻で、多くの住居が利用不可能となっている。いくつかの家屋が部分崩壊し、 アナス宮殿近くの一軒が完全に崩壊している。1万から1万5千の建物に被害があったと推測されている。地震対応策は多数取られている。まず、高速道 A24 のバルレデルサルトとアッセル時間を閉鎖。高速道では、ローマとトルニパルテ間でも7.5トンを超える積載量の通行を遮断。構造の検査のためティブルティーナ・バレエリアの ローマ方面へのコルフィーニオからの区間を閉鎖した。さらに政府は、国家非常事態宣言を通告し、消防局の大部分と、市民保護局を、町の復興のために、ラクイラに投入した。この出来事は各、マスメディアで広く報道された。国営テレビのネットとローカル局は、事件の1時間以内にはすでに生放送を行った。地震の数時間後に、 余震による被害等を防ぐために、ラクイラ市内は立ち入り禁止になり、上空のヘリコプターの飛行も禁止された。市民保護局は、消防局と市民保護局の車両の邪魔にならないようアブルッツォ、モリーゼ、ウンブリア、マルケ方面への旅行を行わないよう要請した。最初の朝までには、市民保護局長、グイード・ベルトラーゾ、アブルッツォ州知事、ジョバンニ・キオーリと、 市民保護局の車両の列が楽ラ,ラに到着し、昼には、シルビオ・ベルルスコーニ首相、ロベルト・マローニ内務大臣、アルテロ・マッテオーリー・インフラ、運輸大臣が現地に到着した。また、ベルルスコーニ首相は予定していたモスクワへの訪問を取りやめ、三千万ユーロ、四十一億円を被災地に投じた。アブルッツォ全域に加えて、首都のローマも地震の被害を受けた。 三時三十二分の地震のため多くの住民が驚き、混乱して路上に出た。信号は激しく振動し床は四十秒以上、揺れていた。最も大きな揺れに、他の二つ、四時三十分頃と十八時三十分頃も続いた。前者は、カラカラ浴場の一部を破壊し、通りや通りの建物に亀裂を生じさせ、八つの入居者が慎重に避難することになった、チェントチェト。 で、区のプリマベーラ通りにある、生家族の娘たち学校が、安定性の問題があり、閉鎖となった。イタリア各地から歌手が集まり、という曲を被災者のために作成した。日本航空及び全日空は、日本の公的及び民間の機関から、災害救援にあたる人を無償で、飛行機に乗せるとした。また、神戸市兵庫区の NPO である海外、災害援助市民センターは、 救援金を送付した。また、神戸市は、見舞金100万円を送ると発表し、市議会も20万円を別途で送付した。地震発生の数週間前、の技師は、地震のラドンガスの放射の研究に基づいた地震予測の推定方法により、近々に地震がイタリア国内で発生することを何度か予告していた。 グイード・ベルトラーゾ市民保護局長は、ジュリアーニ・銀ンの調査に対して、銀ンを先導者とし罰則を与えた。ただ、ラドンと地震の関係性は、昔から指摘されてはいたが、電波の異常や地震雲と同様に、メカニズムは未解明であるとされ、科学的根拠に欠けると言われている。地震発生前のローカル TV 局のインタビューで、 3月の終わりに群発地震が減りつつあったので私の同郷人たちを安心させることができると思うと表明したために、ジュリアーニー義氏の地震予測は技術的に実際問題信頼できないとされた。結果的に大地震が発生したが、ジュリアーニー義氏の予測は時間、場所、規模という3要素が揃っていないためか非常曖昧なものであった。 2010年6月3日までに、ラクイラの検察当局は、地震の危険度を判定する、国の委員会が、地震発生前の3月31日に、大地震の兆候がないと判断し、それが、記者会見で発表されたことが、被害拡大につながっとして、過失致死の疑いで捜査を始めた、と発表した。委員会側は、地震予知は極めて困難。当時は、大地震発生の可能性は、 とても少なかったと反論している。安全宣言を出した委員会メンバー7人、行政官2人、学者5人は過失致死で楽イラ地方裁判所に起訴された。2012年9月25日に7人全員に禁錮4年が求刑され、10月22日に求刑を上回る6年の実刑判決が出された。地裁は判決理由で学者が メディア捜査を図る政府に癒着し従ったと批判した。2014年11月10日、二審となる、ラクイラ高等裁判所では、証拠不十分を理由に一転して科学者6人に、対して無罪判決を出し、政府防災局のデベルナルディニス副長官には、執行猶予付き禁錮2年とした2015年11月10日、イタリア最高裁は、上告を却下し、 第二審を指示したことで判決が確定した。この地震により62,543人が自宅を失った。このうち28,579人は5,553張のテントに、33,964人は518のホテルに、2,225人は民家に避難することを余儀なくされた。ホテルはペスカーラなどの遠く離れた場所にあった。 また、イタリア市民保護局によると、ホテルに避難した1万28人を除くすべての被災者が仮設住宅等に避難することができた。仮設住宅については、3種類あり、持続可能な免震エコ住宅コンプレックス、CASE、仮設住宅モジュール、MAP、それに仮設校舎モジュール、MUSP である。これらは順に、ラクイラ大学の学生寮等、 公営住宅、教育施設に用いられた。この地震によりコレマジョ大聖堂やサンベルナルディの大聖堂等が被災したが、前者は2017年12月、後者は2015年に完全に復旧した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。